練習中の一個一個を、一本一本の挙動を、この挙動を、あの、なんてエネルギーが動いて体が、エネルギーが動いて体が動くっていうのを、昔は体をこう、体を動かしてたみたいな、わかりますわかりますわかります、のが気の流れに体がついてくるみたいになってから、あの試合に使えるようになった。その気の流れの気はどこからですか？ああ、なんかね、イメージ、あの帯引っ張られてる感じ。ああ、なるほど。帯引っ張って練習された時に、はいはいはい、ここから来るんだっていう。じゃあここからやっぱ出てそうですね。そうそうそう、ああ、それは一緒かもしれない。はい、へえ。やっぱの人の怖さって、私それがやっぱりエネルギーあると思ってるんですけど、あの例えばこうやってやるぞやるぞやるぞ で実際にこうしてもうここでムヤってやられると確かに怖い、怖いし、もう殴られるって分かるから、うん、あってなるんだけど、まあ実際に殴り合って常に殴り合うことに慣れてる人じゃないですか、うん、私とかねってなった時には、この拳が向かってくる怖さよりも、うん、この人の、まあ、この人のこう来られる方が嫌なんですよ。このなんて体が近づくっていうよりも、エネルギーがグッて来られる方が なかなかやっぱりそういう人って正直いない。あ、いや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 なんですけど、なんかそういう感覚で、ここでうわっていうのももちろん痛いんですよ。痛いんですけど、あくまでもそれは技のところの話で、例えば最初って結構お願いしますってこう結構離れるじゃないですか、距離が離れて、で確かに技が来る怖さってあるんで常にあれしてるんですけど、だけどここからやっぱり怖いのって、これでえーって来ることよりも、この体のこのエネルギーがスッってこうこのまんまズンって来られる方が嫌なんですよ。なるほど。人間として向かい合ってるのが結構嫌だ。そうなんだ。だからそれをめちゃくちゃ出すようにしました、私。なるほど。接近戦でね。そう、そうそう。技よりも、そう。ここの体内エネルギーが。そう。そう、入る時とかもなんかこう、うん、はい、お邪魔しますねっていう感じでも入っていくっていうか、そう、なんかしますよとか、こうやってフェイントでとかっていう。ところっていうのはもう後付けなんですよ。後付けでとにかくこのエネルギーがズンってそっちに行って、なんかもう極力何もしなくても、何もしないで体当たりしたら反則なんですけど、ただこのままスッていって相手がここに私入れちゃえば私の勝手にできるじゃないですか。で意外となんかこうなんていうか、行くぞって言って、もう今からやっかんなっていくっていうよりも、なんか澄ました顔でスッと見ながら、うん、もうこの辺だけ決めてそれでスッていくと入れてくれるんですよ、うん止まっちゃって、止まってて入れてくれるんですよ、それは分かんなかったわ、はい、やってないわ。そうなんです、多分なんか、まあ、あともう競技の特性もあると思うんですけど、多分こうその距離になる前に絶対あの当てるモーションがあるじゃないですか、もっと遠くから飛び込んだりするから、それがあると思うんですけど、私たちはその距離の遠くもから入ることもあるし、本当にもう胸がつくような距離での打ち合いもあったりするから、だからそれが多分叶うんですけど、もうここに入っちゃえばあとはもう殴らせてくださいって激しい、自分がもう接近して動くつかんじゃダメだから、闇がかかるまでこうしてるか、うん、かけて、はいはいはい、かけて打つのはいいんだけど、はい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 、うん、ね、なるほど、そう、面白いです本当にそういうので、だからさっき の、うん、あのエネルギーの、うん、で打っていくっていうのは多分あれ、それが多分まさしくカウンターですよね。あ、そう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 、ね、うん、になりますよね。そう、だからみんなスピードがあるじゃないですか、当てない方の人たちは、私たちよりもやっぱすごいスピード性はすごいと思うので、だからあのスピードで来られたら嫌だし、ただやっぱそれが技だけを取りに来るものだと、やっぱその怖さがね本当にない、やっぱ体が入られちゃった方が嫌なんだね。嫌だ、自分が本当良かったのは日々の稽古の結果が試合に出る、はいはい、で、あの技の練習ってより気の練習、気をいかに練ってるかの練習がそのまま効くから、やったでしょうじゃなくて、一個一個をちゃんと込めて作るっていうのをやって、で面白かったのが、
武道館で練習会場がなくて、はいはいはい、で通路でやんなきゃいけないから、はい、他の選手やってる時声出しちゃいけないので声を出さないで打ち込み練習をして気合を出さない で、はいはい、で普段は大学ではね、うや、ん、ーって声出してやるんだけど、うんうんはいはい、声出さないで試合に出たら痛いのね、うん、気が巡ってないっていうか、それがやっぱり気合い入れて練習した方が痛くないんだなっていうか、はい、だから声を出すことによって気が巡ってきて当てられても痛くないっていうのがすごいあったのと、あと気を動かして体が動くっていう練習がすごい良かったな。気を動かして体が動く、うん、高校の最初の頃までは、うん、こうやって体を動かす、はいはい、あそうです、号令があって1って言われてスイーッとそれね、はい、それが、はい、エネルギーが動いて、うんうん、エネルギーの中に体がついてくるっていうふうになってくると、そうするとそれが試合に使えるような、あ、力じゃなくて、はい、気が動いて体が出るみたいな感じが良かったな。でもやっぱ違いますよね、こう本当にこのまっすぐに体をねしっかり保てて状態で、ここから行くってね、やっぱ違いますよね、うん、相撲とかもね、やっぱりこのここから取っていって、だからこう相手をこうグッと救っていくような形になるじゃないですか。そうだから、もしかしたら私もそういう意識はなかったけど、練習としては相手を崩すためにやっぱそのエネルギーからグッとぶつかるっていう、うん、でそこにもちろんどうしてもそういう本当のコンタクトだからパワーが必要なので、でそこにパワーもわーってつけていくからゴリラみたいなね感じになっていくんですけど、どんどんけどやっぱこの確かにここをすごいこだわってましたね。こうぶつかってこうグッてなった時のこのここでこうここからみたいな、そうこれがやっぱりこう押すっていうんじゃなくて、このそうここからグッと入っていくみたいな。そうなんですよ、やってなくても結構パーンって出るんで、そう、まあ、こういうのはやっぱ根付いてると本当いざ何かの時にその腹をピシッと決めることとか、うん、なんかその生きていく中で必要なことっていうのはすっごい教えてもらってきたし、うん、でそれこそがなんかその私たち日本人の強さというかの原点のところなのかなっていうのはすごく感じていて、やっぱその戦ってる舞台の時っていうのは本当にもうただただ自分が勝つためだけだったし、うん、だけどあの時本当に自分が何を求めてたのかっていうのはもう勝つことだけだったんですけど、ただ不思議とね、ちょっと前にもお話ししたんですけど、勝った瞬間にもうただの過去のことなんですよ。あ、うんうんうん、そうだから、うん、日本一になりました、うん、おめでとうございますって言って、でも私はやっぱその時に何しろなんかその自分のためっていうよりももう自分のためにはその時は